ガールズ選手総勢およそ180人の選ばれし者だけが走る夢の舞台、ガールズグランプリ。果たして女王の称号を手にするのは。夢舞台に立つ7人、ガールズグランプリ2022。福井114期柳原真央。柳原は1月に1着を8回と好スタートを切り、その後も安定感のある成績を残しました。獲得賞金は年間を通じて毎月100万円以上を上積みし、トータルで1800万円を超えました。ガールズ競輪特別レースでは岩木平でコレクション初優勝、連帯率も 94% 超えとガールズ競輪トップクラスの数字を残しました。師匠市田和弘と二人三脚で掴んだ初のグランプリ出場権。急成長を遂げた2022年を本人に振り返ってもらいました。まあ、昨年は優勝2桁もしてないと思うんで、グランプリに乗れればなぐらいだったんですけど、まあ、今年しっかり一戦一戦走り切ってグランプリまず決めようっていう思いで、もう本当に1月から走り始めました。その指導の面でもそうですけど、もう本当に自分の中の人生において本当に必要というか、必要って言ったらあれですけど、いてほしいなっていう存在です。ずっといろいろと試行錯誤して、まあ、フォームでしたり練習メニューもいろいろ変わって、ウェイトも入れていったりして、年々成長していっているなっていう感じです。まあ、ウェイトはやっぱナショナルチームがやっぱウェイトを入れて自転車乗ってっていう風だったので、もともとウェイトが得意だったので、まあ、その分もあってウェイト始めました。まあ本当に優勝しようとかそういう気持ちはなくて、7番車だったんで最後尾だろうなって思いながら、やっぱり先に仕掛けるだろうなっては思ってたんで、自分が後ろだったんで、児玉さんが早く行ったっていうのが自分の中でもいい展開につながったのかなとは思います。取った瞬間は全く実感なかったですけど、その次の日そのまま帰って師匠に会いに行って、その時に実感した感じです。あの開催は何かいつものレースというよりはお祭りみたいな感じはあったので、まあ、2日目しっかり仕掛けていって、まあ、自分のレースできましたし、まあ、最終日もしっかりまくり追い込み狙ってっていうのは考えてたんで、まあ、そことしては優勝したいと思って、優勝すると思って狙って挑んだレースだったんで、もう本当にガッツポーズは自然と出ました。しっかり自分の力は見せつけてこその初のグランプリだと思うんで、そこは出し惜しみなく走りたいなと思います。まあ、初のグランプリもしっかりチャレンジャー精神持って、もう思い切った仕掛けができるように頑張ります。応援よろしくお願いします。近畿地区初の女王誕生へ、柳原真央が駆け上がる。